住むより楽しむベスの家でおなじみのベスの家のブースにやってきました。お家と言ってるんですけれども、あれ何やら車がありまして、そしてこっちこっち、なんとここ何かつながっていますよ。そしてやっと木のお家、ちっちゃいお家が建っています。さあこれは一体何なのでしょうか。ここからはベスの家の宮城さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。こちらのブースでは何を展示してるんですか。はい、こちらですね、走るログ小屋を今日は連れてきました。おお、走るログ小屋、はい、どういった時に使えるんでしょう。まあ、普段は庭で趣味の小屋で使っていただいて、まあ、気が向いたら、まあ、好きなところに引っ張っていくっていう。引っ張れるお家ということですか。はい、そうです。はい、うわすごい、ちょっと中どうなってるのか気になるんですけど。はい、あ、ぜひどうぞ。行ってみますよ。あ、ちょっと木の階段を上がって中入ると、うわすごい、しかも木のいい香りがします。すごいですね、すごくかっこいいお家の中ですし、結構広々してますよ。何畳くらいあるんですか。これで4畳ほどですね。4畳ほど、なんだかね、家族でもご友人とでも楽しめそうな、ね、室内になってますね。すごい素敵な空間でした。やはり秘密基地みたいですけれども、はい、なんかこう土日とかね、これでこうお家引っ張ってってすごく楽しめそうですよね。そうですね。はい、そしてこのベスの家は一体、はい、最大の特徴というのはどういったところなんですか。はい、ベスの特徴は本物の木をたくさん使っている、そこが特徴になります。そうですね、先ほど実際に、ね、室内入ってみましたけれども、本当にいい木の香りがして温かみもあって素敵でした。さあそれでは宮城さん、最後にこちらの YouTube 見ている方に何かメッセージがありましたらお願いします。はいはい、ベスの展示場ではいろんな体験を用意しておりますので、ぜひ皆さんで遊びに来てください。はい、皆さんぜひチェックしてくださいね。お待ちしております。